あぐらで座ると臣秀吉あぐらで座る女性小座は座り方の一つ。両膝を左右に開き、体の前で両足首を組んで座る座り方。小座をして座ることを小座を書くといい足首とも言う。字を見ての通り子から伝わった座り方とされる。足の裏を見せることが失礼になるアラビアでの一般的な座り方である。日本においてもかつては 男性の一般的、正式な座り方であった。あぐらをあんざと呼び、同一のものとする場合がある。一方、熊倉遺産は、あぐらが足を組んで尻をつける座り方であるのに対し、あんざは、体の前で足裏同士を合わせるか、足先を組む座り方であり、あぐらとあんざは、厳密には異なる座り方と述べている。平安、鎌倉時代には宮廷に仕えていた助官たちも小座を、 書いていた。その後室町時代頃から服装の変化から小座を書くと皮膚があらわになる危険が生じたため女性の間では星座が広まった。男性においても江戸時代以降は星座が正式な場での座り方となった。現在の日本では男性の日常での座り方という印象が強いが近年好き好んであぐらで座る女性も多くなった。正式な場では 星座が正しい座り方とされ、星座から小座に座り方を変更することを、足を崩すという。また、あぐらをかくという言葉は、のんきに構えて、何の努力もしないことの例えとしても用いられる。ありがとうございます。